さて、2回目のシンゴジラ、見てきた話をしましょう。よいしょと。これはまあツイキャスなので、何人か視聴者が増えたあたりで本格的に話をしますが、まあ、今、4人、3人、日中信徒さん、どうもどうも、聞こえてますかね？あ、今6人だね。あ、大阪ペンギンさん、こんばんは。どうもどうも、日中信徒さん、拍手ありがとうございます。今日もちょっと30分か1時間ぐらい、シンゴジラの話をします。今日はネタバレあり。です。ネタバレありなんで、見てない人ごめんなさいなんですけど、まあネタバレって言ってもね、筋書きとかと、なんだろうな、例えばラストシーン全まで全部言ったところで、シンゴジラの魅力が半減するわけでも、なんでもないっていうことは言っておきます。秋元さんどうもこんばんは。何しろシンゴジラは、情報量がものすごい多い、映画なんで、ストーリーを全部話しても見る価値は全然あるので、映像の力っていうものを信じてもらえれば、なんていうのかな、まあ、ネタバレされても思わず見たくなると思います。アラン・スミスさんどうもこんばんは。聞こえてますかね？誰か聞こえてますって書いてくれるとありがたい。あ、猫インストールさんどうもコンティニューポイント。ウイロさんどうもこんばんは。書店かもです。どうもどうも。聞こえてますか？聞こえてますという声を、あ、聞こえてます。OK。では、昨日2回目のシンゴジラを見てきたので、前回話してないことを、で、ネタバレもちろん抵触するっていう話を、今からします。ありがとうございます。ウイルさんお茶ありがとうございます。リュシントさんもコインありがとうございます。ですね。前回ね、まあ、ざっくりちょっと話したことを言うと、あれはもう、シンゴジラは怨念の映画であるという話をしました。怨念です。情念でもいいけど、怨念って言った方がいいかもしれない。で、怨念っていうのは、まあ、いろんな人がね、この時代に持ってるものなんだけれども、まあ、ゴジラ映画の定石として、原爆、原子力っていうもの、あるいは水爆、っていうものに対して、全く無関係ではいられないので、当然ながら、表層的な意味では、原子力、原発、水爆っていうものとの関連付けで、解釈されるっていうのが表層的、表層っていうか、映画世界の中での、なんていうのかな。お約束ですね、ゴジラ映画の。今回もトップシーンはどういう形で始まるかというと、東京湾に、プレジャーボートっていう、まあ小さな、なんて言うんだろう、まあまあ、小さなボートがあって、で、その中に、人がいないで、靴が揃えられているから、これは多分乗ってた人が、海に身を投じたのではないかということで、遺留品を探したりしているうちに、まあなんかいろいろね、後で、ヒントになるような遺留品が出てくるのね。で、で、実はそこに、このシンゴジラがなぜ出てきたかっていう、まあ、理由がいくつも読まれるだけの担保があるわけです。で、その、じゃあそのボートに乗ってた人誰？っていうと、牧博士という方がいて、で、実はですね、この映画がちょっとわかりにくくなってるというか、感情移入が一致しにくくなってる一つの、要素が、その牧博士っていうキーマンが、写真でしか出てこないんですよ。おじさんの顔が写ってて。でね、1954年の第一作のゴジラでは、
自然デストロイヤーっていうね、最終的にゴジラを倒す、いわば兵器、ケミカルね、化学兵器を作ってしまった、まあ、あの、人がいるんだけれども、その人との人間ドラマっていうのがあるんですよ。なので、ある種の悲哀さというのが、なんていうかな、分かち合われるというかね、あの、共有された上で、ゴジラ映画を語ることができるので、そういうあの、まあ、ゴジラと心中するのね、そのキジョンデストロイヤーを使って、その第一作の、ゴジラでは。だから、変な話、人間の悲哀を踏まえた上で、ゴジラと心中してくれてるので、そういう、まあ、ある種、ものすごいとんでもないゴジラを倒すような兵器を作ってしまった人間に対する感情移入っていうのもできる構造にはなっている、第一作はね。ところが、これをある程度の状況を踏まえた上で、今回のシン・ゴジラを、どの人間に感情移入しようかっていうときに、ゴジラを作ったかもしれない、その牧博士に関しては、ある種謎解きのような形で、希望のような情報はいくつも散りばめられているのだけれど、肝心の牧先生はもうすでに亡くなった後からの話になっているので、まあ、例えば何十年前に、その、まあ、わかんない。何十年前っていうか、まあ、かなり前のこの話なのかもしれないんだけども、この牧博士って人は、奥さんが、どうやら被爆して亡くなられて、で、それが、いわば政府の失策によるもので、だからこそ、その、なんて言うんだろう、政府を呪っているわけですよ。牧先生がね。で、なんとかその、ある種の放射能の無害化っていうことを考えて研究してた、一生を送った人だったね。で、その人がどうやら、その、東京湾に身を投げたっていうところからこの映画がスタートしてるわけです。で、あ、アラン・スミシーさん、そう、岡本喜八さんの話はね、今日はちょっとしません。あえて。話を絞り込むためにちょっとしないんだけれども、この牧先生が、今回そんなにはっきり描かれてない。要するに人間としてアクティブに動いてない。例えば、妻が殺されて悲しんでるっていうような、動的な映像的な表現というのは ないんですよ。牧博士はあくまでも写真の資料の一部としてしか出てこないから、そこがちょっとこう、なんていうの、惜しいなって思うところも多分あるとは思う。ところがね、ところがなんだけど、これあえてところがなのね。もしそれをトップシーンで何十年か前にこういう研究者がいて、妻が被爆して亡くなって政府を恨んでいるっていうような若い頃の、牧博士を出したら、感情移入できるのかっていうと、逆に原発に話が修練されすぎちゃうんだよね。何言ってるかっていうと、ゴジラ映画の豊かさって、もちろん、なんていうかな、なんていうのかな、前提としては、その原爆とか水爆とか、その原子力とか、そういったものがもちろん通底音としてはあるんだけれど、それ以外の読み方が可能になる豊かさっていうのを担保している映画なんですよ、ゴジラ映画って。だから、水爆原爆の怪獣ねで話が終わらないんだよね。いろんな、なんていうかな、ある種ゴジラに対しての感情移入がしやすい形で、なんていろんな読み方ができるようにするし、その多義性を担保しておくっていうのが、なんていうんだろう、映画自体の持つ魅力が豊かにあるってことなので、必ずしもその牧先生の若い頃に妻を被爆して、被爆で失って、政府この野郎みたいな、その感情表現が描かれば、いいということでもないので、そこが、やっぱ、なんていうかな、難しいというか、ところなのね。で、その代わりに、いろいろ他のことが描かれているわけですよ。例えばですね、もう本当ネタバレ、今日はやっちゃうんで言うんだけれども、何しろ生物なのに、重火器、通常兵器、いわばミサイルとかさ、ね、爆弾とか、もうとにかくさ、何にも通じないわけよ、ゴジラに。で、唯一、その科学班たちがね、一生懸命研究してみたら、すごいざっくり言うよ。血液凝固剤っていうのを使って、まあ、最終的に、なんていうかな、ゴジラの動きを、まあ、血液凝固させれば、ピタって止まるはずだから、ということで、その研究をやって、最終的に、ゴジラの口から投与させる形で、なんていうかな、血液凝固剤を、流し込むと。で、最後に、ゴジラが、まあ、東京駅の、周辺で、起立して、ビタって言って、まあ、いわば固まった形で終わる、わけ、この映画って。
で、終わるんだけど、一番最後のラストカットあたりで、このわーって暴れてピタッと止まるから、お尻のこの尻尾がヒューって、こう、なんていうの、空高く舞い上がるじゃないけど、ピタッて止まったところの、一番最、あの、お尻の端っこのところまでクローズアップが行くわけ。そうすると何が映ってたかっていうと、ごめんね、ネタバレしちゃって。人間のね、形をした、まあ、ほぼ多分ミイラ化したと思われる人型のものが、お尻の先、あの、尻尾の先端に、僕が見る限り5体以上くっついてるわけ。これなんだろうねって思うわけよね。で、ちょっとその話を後で深めるけど、ちょっとコメントしておきます。ムンミラさん、シンゴジラの話、楽しみにしてください。ありがとうございます。マキさんを出さなか、あ、えっと、小野さん、マキさんを出さなかったのは秀逸ですよね。そのことで最後のワンシーンも意味深になる。そうなんですよ。だから多分これ、あえて出さなかった。その代わり、変な話だけど、キーマンになるようなアクティブな、登場人物にはいろんなキーワードを喋らせてるんで。で、アラン・スミシーさん、最初のゴジラは米軍と考えてもいいです。ああ、そうですね。ガード下のジェンヌさん、まだ未見ですが、ネタバレといっても、今一郎さんの貴重なツイキャスなんで拝見します。すいません。今日は本当にね、見た人は、ああ、そういう見方もあるな、ぐらいに受け止めてただろうし、見てない人は、そんなシーン今回あんのっていう。僕、実はものすごいカット数多いから、僕が喋ってることなんて語り尽くせないんですよ。仮に全部ネタバレとか言ったところでね。それで、そのラストシーンに、何しろ人間の体みたいな、多分人間の体なんですよ。いかにも人間のヒューマノイドの形をしているものが、お尻の、尻尾の先端にくっついてるわけよ。で、これは何だろうって、まず思わせて、エンドタイトルがパッて出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 て、もう音楽鳴って、エンドタイトル出ちゃうわけよ。で、今回のシン・ゴジラ。で、僕がなぜその前回に、その怨念の映画だと、要するに理不尽な思いとか生きづらさを持った人の思いが、もう固くされた存在なんだと、存在として描かれてるって、すごくアバウトなことを言ったのは、もちろんね、なんて言うんだろう、いわゆる政府の原爆政策というか、原発政策というか、そういった、あるいは水爆政策というか、政府のありようによって自分の妻を殺されたという怨念を持っている、牧博士、っていう設定があって、で、実は、それは原発だけじゃないよねってことなんだよね。政府に対して理不尽な思いとか、生きづらさを与えられてしまったというふうに思っている人はいっぱい実は世の中にはいて、原発だけの話じゃないので、前回は、そういうふうに、端的に怨念の映画だというふうに、まあ、描いたわけで、描いたというか、僕が説明したわけね。で、今回も、まあ、ネタバレだから、一応、なんでその怨念の映画かって言ったときには、どうしても、政府の失策によって、なんて言うんだろう、被爆して亡くなった妻を思って、なんていうかな、けん、あの、いわば放射能の無害化っていうものを研究し始めた、博士がいて、っていう設定になってるわけ、その牧博士の存在が。でも、どうやら、放射能の無害化というよりも、なんて言えばいいんだろうな。ゴジラをシン・ゴジラにするような、ある種のこう、違う、今までの描かれてきたゴジラとは違う、ちょっと違う存在というか、何しろ完全生物なんですよ。重火器はもう全く、傷一つ負わないし、痛いとも感じないし、自ら何かを壊すこともないんですよ。やられたらやり返すってことはあるんだよね。だけど、最初に、実は東京湾でね、そのボートがあったっていうところに、水蒸気爆発がね、起こるのね、その後に。で、その水蒸気爆発が、実は、いわゆる巨大生物、未知なる巨大生物なんですよ。まあ、要するにまだゴジラって名付けられてないから。で、で、名付けられてないそのものが、なんていうかな、まあ、ブク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 やりながら、気がついたら上陸するんだけど、で、上陸するときまで姿がはっきりしないんだよね、あんまり。で、姿がはっきりしないから、余計に気になるわけ。いわゆるみんなが知ってるゴジラの形をまだ見せられてないわけ、最初の段階で。で、
で、上陸した時に初めて見る姿っていうのは、まだ見てない人にあえて言うと、なんだろうな、深海魚のシイラと猫バスを足して2で割ったような感じって言えばわかる？なんとなく。シイラって目がすごいでかいやつがいて、で、猫バスってほんと目でかいじゃん。みたいな気持ち悪いね、なんて言うんだろう。二足歩行というか前足で動いてるような、なんかそういう、ちょっと気持ち悪い、姿でなんか出てくるわけ、その巨大生物っていうのは。で、それが上陸しながら、こう、バーって血、体内の血を吐き出したりしながら、まあ、進んでいくんだけど、で、途中で吐き出した後に、二足歩行になるんだよ。四足歩行から。前足だけじゃなくて、こう、後ろ足で立つんだよね。で、その時には、なんか、口がブワーって開いて、なんていうのかな。またちょっとこう、全体の姿が変わるんだわ。前足がこう、キューって前に出てきたりとか。うん。あ、見た人、大阪ペンギンさん、爬虫類かと思いました。芋虫とか。そう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 。うん。そうそうそう。どんどん大きくなる。そうです。んで、まあ、ちょっと前後するけど、その、小野さんの指摘のように、ゴジラの背中から哀愁とか怨念とか感じたのは私だけですね。そう、マンサーさんさすがとした。うん。まあ、その話もちょっと、お用意するけど、要するに、みんなが知ってるゴジラの形ではなくて、今までをね、のゴジラの形ではなくて、ほら、昔のゴジラってミニラが出てきたりしてさ、ゴジラの小さい、ね、哺乳類みたいな、子供が、ゴジラシリーズには出てきたんだけど、今回はそうじゃないんだよね。まるでね、なんていうかな。カエルのさ、卵がさ、オタマジャクシになって、オタマジャクシの尾っぽが消えて、両手足が出てくるみたいな。前足、後ろ足が出てきて、カエルになるみたいな感じの、いわゆる変態ってやつだよね。要するに、それやって成長を見せてるように見えるって、まるで進化のようだっていう言い方を、今回、人間のセリフの側にあるんだけど、まあ、進化とも言えるけど、これは普通に生物の、いわゆる変態っていうものだよな。っていうふうに解釈可能なんだよね。だから自分が、次の姿、大人になるための次の姿になるために、なんて言うんだろう、体の形状を変えざるを得ないっていうような、ある種のこう変化を見せる生物だっていうふうに説明されて、で、二足歩行になった後で、まあ変な話、一旦上陸した東京から離れるんだよ、海の中に。で、もう一回その鎌倉沖あたりから出てきて、見る頃にはみんなが知ってそうなゴジラの形に、もうすでになってて、しかも巨大化してて、うん、118.5 メートルあると。うん、で、だからね、一作目と、やっぱり違うなと思うのは、一作目は明らかに、例えば、電車をこう掴んだりとかってしたりとか、銀座の、なんだっけ、大通りを歩くときにもう明らかに破滅行動を最初から取ってたりするんだけど、今回はその進化のために、進化というよりその、いわゆる、変態のためにだよね。オタマジャクシがカエルになるとかっていう、その変態のために陸上に上がらなければならなかったっていうがあるかのように、あるかのようにで、これただ人間が勝手に解釈してるだけなんで。うん、で、行く。で、鎌倉にもう一回再上陸する。で、実はこの行動パターンっていうのが、さっき一番冒頭に出てきたボートの中の遺留品に地図上の、なんていうか、ルートとしてあったことを、研究、なんていうの、なんていうか、はぐれ者というか、変わり者チームの科学班っていうのが作られているので、政府の中にね。で、そっちの若い研究者が発見するんだよね。うん、あれこれってと。要するにもう最初から、誰か人間が、つまり牧先生が、牧博士が、なんていうかな、ある種設計した通りに動いてんじゃないかっていうふうに、発見したときに、ちょっとびっくりするわけですよ。要するにゴジラはただの未知の巨大生物として扱われていたのが、まあ、変な話、牧先生のシナリオ通りに動いてるわけだから、これ牧先生なんじゃないかっていう話だよね。まさかって話だよ。で、まあ最終的に、いろんなね、見た人はちょっと笑っちゃったかもしれないけど、まあ新幹線だったりさ、
在来線の、山手線とかだって、そういうね、電車側ね、爆弾扱いされ、扱いというか爆弾、電車爆弾として、まあ、ゴジラにぶつけられて、で、東京駅の丸の内のビルね、ビル群も爆破をして、なんとかゴジラを横倒しにするところまで追い詰めるわけよね。変な話。で、横倒しして口が開いたところに、バンバンさっき言ってたその血液凝固剤をぶち込んでいくと。っていう、まあ、倒し方あって、で、気絶してピタってこうやって凝固して止まってしまうんで、これはこれで、殺してはいないけれども、いろいろなんだろうな。この固まってしまったゴジラと、共に生きていかなきゃいけないっていう、ある種の、なんて言うんだろう。なんて言うんだろう。要するに、すっきり片付かない、現実っていうのをさ、まあ、示唆してくれてたりするんだよね。で、これって何だろうと思ったときに、もちろん今の、事故を起こしてしまった福島原発の今の状態、まさにそんな感じだよね。メルトダウンを起こして、何十年もこの後、対処していかなきゃいけないっていうね。だからそういう、なんていうのかな、現実はさ、今までの怪獣というか、まあ、ファミリー向け怪獣映画のように、どっちかが正義でなんとかとか言って、正義が勝ちました、で、すっきり終わりました、とはいかないよっていうのは当たり前だよね。だから庵野監督ももう50代でさ、ね、この映画を、ね、要するに子供の頃から好きだった、こういうゴジラ映画とかをやるときに、子供騙しにはできるわけないわけで、しかも原発事故が実際に起こってしまったってことを考えると、逃げられないなってやっぱ思うよね。まともに日本映画をちゃんと作ろうと思えば。だからその俊監督の希望の国みたいに、もうあれは確か原発爆破、事故が起きた1年ぐらいでも作っちゃって、公開もしてて、すごいいい映画だったけれども、311とか福島原発に、こうした形でちゃんと自分の立ち位置を踏まえて映画制作するっていう人はそんなに日本人ではいないんだよね。まあ、ドキュメンタリーでたまにあったりもするけど、ちゃんと全国にこうロードショー公開するようなメジャーな映画でちゃんとやるっていうのはなかなかないんだよね。で、ちょっとコメント拾います。アラン・スミシーさんは、第一形態のゴジラに多分うちは破壊されております。そうかも。そうかもっていうか、千葉、東京、神奈川はかなりやられてるはずですわな。ガード下のゲンナーさん、一作目は、国会議事堂ほか東京を破壊しますが、皇居の前で火はキリスト返す。旧帝国軍人の怨念を感じます。まあ、要するに栄領なんじゃないかってことだよね、ゴジラが。で、今回はね、まあ、変な話、まあ、米軍までやってきたんで、無人爆撃機みたいなのが来るんで、それを背中からの、尾びれから、紫色の、だから光線で、360度、どこの空に来ようとも、一瞬で殲滅なわけよ。ね、見た人はわかると思うけど。ってことはさ、東京火の海になるに決まってるじゃん。で、実際ものすごい火の手が上がるわけ。東京に。で、東京駅でさ、の周囲でそのことやってたらさ、当然だけれど、これ天皇の皇居とかやられてんちゃうって思ってしまうぐらい、ちょっとなんかびっくりする。びっくりする。まあ実際初めて僕見たときびっくりしました。この無差別殺傷の、戦い方は何なんだ。もうこれは、なんて言うんだろう。まあ、あえて言い方をちょっと選ばないで言えば、もう狂ってるって感じなわけよ。だから、岡田斗司夫さんは、要するにこれはもう、牧博士の、いわば政府に対する呪いがね、なんか荒ぶる神になっちゃった。要するに人間の呪いが荒ぶる神になっちゃって、で、神殺しの物語なんだと、今回はね、と。で、まあ、殺そうと思っても何しろ神なんだよ、シン・ゴジラは。だから、殺せないんだよって話なんだよね。でね、今回の、血液凝固剤飲ませる作戦を、なんていうかな。エヴァンゲリオンでも八島作戦ってあったけど、今回なんだっけ？八代作戦とか言ってんだっけ？
日本神話に基づいた話だよね。で、そうやってこう、なんていうのかな、要するにゴジラが現れましたって、殲滅しますって話ではなく、まあ、何しろ殺せないんで、そのあたりから怖いんだけど、殺せないだけで十分怖いんだけど、そのゴジラが紫の、ちなみにいきなり紫の、光線を吐いてるんじゃなくて、いきなり、ものすごい、なんていうの、口の中180度、こう、口をうわーって180度上げた上で、ここにものすごいマグマが溜まって、ブワーって吹いた後に、だんだんそれが修練してきて、こう、なんていうかな、光線になっていくっていう感じなんだよね。ウィルさん、コーティリクイーン、ありがとうございます。アランスミスさん、あそこで大怪獣マーチが勝ったのは最高でした。まさに。富田さん、初見です。シンゴジラいかが見ました？笑ってしまいました。そう、実はちょろっと笑えるところがあるよね。随所に言ってた方がいいかもしれないけど。僕は結構、電車爆弾はね、笑っちゃったんですよ、意外と。そこまでやるかっていうね。あと、それがもう一斉にね、東京駅だから、中央線とか山手線が一斉に東京駅に集まってくる、同時に集まってくるんで、ゴジラの下半身に絡みつくようにこうやってこう、車線がこうやって反り返っていくのがおかしかったんだよね。むしろ絵面的にね。カード下のゲーナさん。ちなみに、東海村、JOC 放射の、事故直後の平成ゴジラは背中の背びれの 青白い輪行が禁止されました。ウィルさん、ありがとうございます。おかげで30分延長できます。大阪ペンギンさん、東方電なりの保守集もしました。実は昨日友達と行った時も、これ保守集するね。要するにいろんなね、自衛隊とか行政に、取材申し込んでいるからかもしれないんだけど、ちょっとこう、なんだろう。おもねってないかと、取材先にさせても、取材させてもらったからっていうような感じです。ここは嫌だなと、ね。いかにも保守って感じして嫌だなっていう人もいたよね。緊急事態法なんてそのまんまじゃん。うん、これシミュレーションだよね、完全にね。ガード下のゲンナさん、コンティニューコイン。ありがとうございます。リリキさん、ヤシオリ作戦。そうそう。ヤシオリ、大きな蛇に酒飲ました神話ですね。そうね、ヤシオリ作戦。そうそう。猫インストールさん、電車爆弾かっこよかったけどな。いや、かっこいいんだよ。かっこいいんだけど、なんて言うんだろうな。多分僕とかアノさんとかのさ、50代ぐらいの世代ってさ、プラレールとか昔ハマった時期とかあるからさ、すごく子供っぽく見えちゃうんだよ、発想が。子供の時にそういうのってゴジラのさ、ね、例えばこう、なんだよ、いわゆるフィギュアとか、なんて昔だったらなんだろうな。素材的には、ぷにょぷにょしてるやつだったりと、あとプラレールとかをこうぶつけたりするのは子供の時に遊んでたから、それリアルに やるとおかしいんだよね。なんとなく、ね。かっこいいけどね。うん。第一作で破壊された電車の逆襲なんだよ。いや、わかってるわかってる。そういうのも、感じるとちょっと面白いんだよね。面白く見えちゃうんだよ。だから。うん。小野さん、ヤマタノオロチ伝説自体、災害制圧とメタファーとされた。そうだね。だから今回はよく、まあ、災害映画とか、国内映画とかっていう風に語られがちなんだけども、むしろ映像作家の安野さんが言いたかったのは、災害そのものはもちろんバックボーンにあるよ、311があったから。だけどおそらくそういうことよりも、一つの取っかかりとして、まあ原水爆、あるいは原子力、あるいは原発、というものによって放射能の被害に遭った、被爆したっていうことの重さだよね。で、それによって、動機づけられている、要するに、例えば自分の近親者、すごい大事な人間が、政府の失策によって被爆したら、理不尽だなと、不当だなと、不当な扱いを受けたなってやっぱ思うじゃない。それなんだよね、結局は。だから、政府としては、責任を取ってやめるか、より責任を背負える形で続けていくか、して、新しい、みんなが納得できる政策を作って実行していかなきゃいけないっていうんで、一番最後の人間ドラマのね、シーンでは、長谷川さんが、まあ、それや、あるいはあれか、役者の名前か、要するに今、今回の主人公がね、やめないでねっていうふうに石原さとみに言われて、まあ、石原さとみはパターソンか、石原さとみに言われて、長谷川さんは今回なんだっけ、ランドーか。そう、ランドーって人が、俺は辞めないよっていうね、石原さとみが消えた後に言うんだよね。うん、じゃあ、要するに、もうゴジラも固まって、東京駅の上に立ってって、
まあ、被爆の恐れもあるけど、そのために命を賭してさ、まあ、命をかけて、なんていうか、この、八勝利作戦を敢行したね、自衛隊だったり民間の人だったりがいるっていうのを、目の前自分が指揮してるわけだから。うん。だから、これ、このゴジラと共に生きていかなきゃいけないんだよね。つまり、これってさ、もうすでに作っちゃった原発、これ動く、原発ね、動かすか動かさないか以前にさ、もうすでに作ってしまったから、変な話、生きていかない、一緒に生きていかなきゃいけないって、そういうことだろうなって思うわけ。止めるにしても、止めた後ものすごいお金をかけて、何十年も対処していかなきゃいけない。使うにしたら使うで、リスクをまた背負わなきゃいけない。このリスクに向かい合えよっていう風に、向かい合っていくぞって覚悟の話なんだよね、人間ドラマの中では。うん。だけど、ゴジラの目線から見ると、まあ、その、牧博士によって、ある種の覚醒を見た、そのゴジラが、人間の怨念を乗せる形で、動いている。生物として、動かざるを得なくなっているっていうところで、なんて言うんだろう、紫の光、背びれから出たり、口から出たり、尻尾の先から出たりする、とんでもない、いわばものすごい殺人光線ですよ。うん。ね、フル活用して、もう、首都殲滅ぐらいの勢いの、爆破と破壊を繰り返すんだよね。で、だから本当にね、ものすごいことになってるんですよ、絵面が。うん。だから僕ね、今回2回目で見るときに、やっぱ被災、人間の被災の様子ね、建物の壊れ具合はもう1回目で分かってたんで、2回目昨日見たときに、ちょっと注意して見てたのは、どの程度被災した人間を描いてるのか、たときに、やっぱり僕は一回目でちょっとこう、見過ごしたというか、詳しく見る、だって瞬きできないぐらいものすごいカット数だから、で、そこでね、多分ね、小さい子を連れてると思われるお母さんが、普通のマンションのリビングルームが、傾いてしまうんで、床がバーって傾いて、ドワーっていう風になってるシーンが一瞬だけ映るんだよね。あとね、例えば、ゴジラが最初に通った道のところを後で、総理の、とか、あと官僚とかが視察するシーンで、まさに311の時に、津波とか地震で崩壊したところに遺体探しするじゃない？で、だから消防隊員が遺体探しをしてると、片足だけ、土砂から出てる、多分男の遺体っぽいものが見えたりとか、死んでるっていう、要するにもうゴジラが何かしたらもうそれだけで人がものすごい数死んでるっていうことは、本当に示唆するように作られてるんだよね。ちゃんと明示するけど、なんて言うんだろう。だからまあ、前回でも言ったけど、はっきり例えば腕がなくなった後首が飛んだみたいな、そういう残酷シーンではなくて、一人ここまで、床が傾いて慌てて蓋めいて、まあ、血相変えてたら、これ他の人も含めて死んでるよね。何百万人も死んでるよねって。思わせたし、ちゃんと数字を実は言ってたってことが分かって、昨日気がついて、前半でね、か半ばぐらいで、ランドが、前半か、政府の、だから、なんていうかな、希望、根拠なき希望的観測で、動いてしまったら、なんていうかな、前回の大戦、二次大戦では300万人以上の市民が命を失ったんですよって指摘をしている。で、ラストシーン近いところで同じランドが、なんていうかな、今回は360万人ぐらい の被災者を出したって言い方をしてたんだよね。だから要するにさ、第二次世界大戦と同じぐらいの人間が、今回ゴジラが出現して止めるまでにいるってことなんだよね。まあ、被災って言ってるから、まあ、死傷者だから、実際には亡くなった数とイコールではないんだけど、でも360万人っていう数、確か数字出してたよね。だからものすごいことが起きたんだっていうことをちょっと数字で軽く説明しているけれども、これは想像力をもう、本当にね、なんて言うんだろう。見る人の想像力、つまり絵面には現れてないわけだよね。大量無差別殺傷なわけだから、ゴジラによるね。現れてないけど、想像力で補完せよっていう映画だってことね。リリキさん、N ゲージなんてプラレル感あったですね。うん、大阪ペンギンさんね、プラモデルとリアルのカエルの組み合わせも、ああ、それもある。うん。アラン・スミシーさん、多分あのシーンのジオラマを今、ちまちま作っている大きなお友達はかなりそうですな。
絶対いる。絶対いる。あれ多分ね、鉄道酒場とか行ったらね、N ゲージかなんか回しながらね、ゴジラのね、多分フィギュアかなんか置いてね、ここ東京駅だっつって置いてね、で、電車爆弾っつってみんなで突っ込むって遊び多分やってると思う。大阪弁慶さん、コンデリコリン、ありがとうございます。楽しみさん、主要閣僚全滅した後の暫定総理がかなりリアリティがあった。ああ、そうね。農水大臣だけさ、最初のゴジラ現れた時の閣僚会議と、あとなんだっけ、にいなかったんだよね。たまたま海外で、行ってて。それで、なんだっけ、大槻蓮が総理大臣演じてるんだけど、で、その後、ヘリでトントンだらゴジラにやられて殺されちゃうから、もう急遽組閣しな、あの、なんていうの、代理の組閣というか、緊急組閣しなきゃいけなかったんで、唯一なんか海外遠征してた、その農水大臣が、なんていうか、総理になってくれって、もうとにかく総理として務めてくれって言うんだけど、まあ、事なかれ主義なんだよね。で、庵野さんがいかにさ、まあ、保守政治家も含めて、政治家全般を信用してないかってよくわかるよね。だから政治家にドラマチックな展開を求めても無理なんだよなっていう。荒島さん、蒲田駅前だと特定できるリアリティでしたね。あ、それはもうけど、最初からエキストラを募集してた時に、蒲田駅前だって言ってたもんね。大阪北京さん、むちゃくちゃに情報を詰め込んでるんで気づきませんでした。そうそう、むちゃくちゃなんだよね、本当に。だって、まばたきしたらさ、そんなシーンあったっけっていうふうになっちゃうんだもん。それぐらい早いんだよね。で、ちゅうか、画面上の情報が多すぎるんだよね、簡単に言うと。だから、引きでゴジラ撮った時に、あれゴジラどこにいるっつったら、画面の右上あたりを小さーく、こう、なんていうの、煙を吐きながら、こう、煙というか、埃を立てながら歩いてるゴジラ発見みたいな感じで、画面情報が多すぎて、もうちょっとなんとかなんなかったって思うんだけど、でもしょうがないんだよ、これはっていう。サクサク行くには情報量になるし、だって確か3時間あったものを2時間に縮めたらしいからさ。だからまあ、で、まあ、だから一部では本当人間ドラマの中では誰にも感情移入できないっていう声は当初から上がってたんだけど、僕はそれは実はそんなに大事なことじゃないと思っていて、やっぱりゴジラを見るべきなんですよ。人間が何を言うかっていうのはゴジラを好きになるためのキャッチコピーに過ぎないぐらいに思ってた方がよくて、っていうかもうゴジラ映画見るんだったらゴジラが主人公だっていう設定で頭の中で考えなきゃ、ゴジラなんか倒されたらたまらんじゃん。殺されても嫌じゃんって話だからさ。大阪弁さん、テロップもそう、すごい、そうですね。もう右にも左にも下にも出るからね。あ、西尾みどりさん、こんばんは、どもども。アーカードしなきゃいけないさん、3時間のノーカット版見たいですね。そうでしょ、僕こそ見たいなと思ってて。もしかしたら、切っちゃったところっていうのが、例えば東宝って大メジャーだから、ちょっとあまりにも、いわゆる政府批判的なことをやっちゃうと、いろいろめんどくさいということが起こるかもしれないし、あるいはなんだろう、関連グッズとか出すわけじゃん、こういうのって。メーカーさんとか刺激したくないからさ、とかあんまりここまでは描かないで、みたいなものもあるのかもしれないよね。わかんないからさ。だから一応3時間でもいいから、ディレクターズカット版ってやっぱ見たいよね、小野さん。そうだよね。ディレクターズカット版っていうのを、まあ、例えば DVD を発売するのに合わせて上映会やって限定販売とかしてほしいよね。ムーミレさん、コンさんのお話を聞いてみると、ますます見たくなります。あ、まだ見てないんだ。すいませんね、ネタバレ言っちゃって。でもね、僕が喋ってる以上に本編2時間がものすごくいいから、僕の話なんか本編見始めたら忘れる。絶対忘れる。思いっきり集中してみないと。だって、そういうさ、すごいいいシーンがちょこちょこあっても、まばたき一つでさ、吹っ飛んじゃうから、だからもうずーっと釘付けなの、目をこうパーって開けたまんまで。目疲れるもん、本当に。猫インストールさん、カットされたシーンってどんなだろう？気になるね。アラン・スミスさん、実際にゴジラが上陸してきたら、あれぐらいの情報量がバンバン出てきて、実際に被災している側だから、こそわからないことが多いでしょうね。そう。実は僕さっき YouTube で、大怪獣東京に現るっていうね、20年前の松竹の映画がアップされてたんで、大怪獣東京に現るってね。これね、全然、ね、怪獣現れない、怪獣映画なの。姿形一切現れないです。で、ゴジラらしいっていうね、怪獣が現れたの、ゴジラのところにピーっていう音声が入る。
で、ガメラらしい、怪獣が歯型の方に現れるんだけど、ガメラって言ってる部分にピーって入るわけ。けど姿形一切出てこない。それが、なぜか、この2体の怪獣が、福井県を目指してしまって、福井の人間が主人公なの。面白いでしょ。で、コメディです。ちなみに。その大怪獣東京に現るね。だからこういうのも、なんていうのかな。ある種、松竹って確か、怪獣映画作ってないよね。だからこういうふうにちょっと、遊んでみたって感じの。ちなみに、主演桃井かおりです。大怪獣東京に現るは。おとなしい映画です。ムミラさん。何？緑さんは先週、土曜日、IMAX 版見に来ました。あ、いいな、IMAX 版。いいな、いいな。どこでしょう？新宿かな？多分、でかいとこだと IMAX なんだよね。うちの街はないんだよ。隣の千葉には多分あると思うけど。ムーミラさん、映画はネタバレ見ても、やはり自分が見るべきですね。そうです、そうです。でないと映画の魅力わかんない。そうです、その通りです。で、特に、ゴジラ怪獣映画ないといえば怪獣映画なんだけど、とにかくね、ゴジラ映画なんか特にそうだよね。怪獣映画なんか特にそうだけど、テレビで見るより映画館でまず見て、そのデカさに、デカさと迫力に、おーっていうふうにさ、楽しんでもらうのがいいんだと思うんだよね、やっぱり。猫インストールさん、予算のせいで撮れなかったシーンもあるんだろうな、きっと。多分それはないと思います。それはないです、おそらく。今回確か13億とか16億とかいろいろ噂されてるけど、多分ね、みんなが思ってるほど実写を使ってないはずなのね。それで、白組で今回その CG を作ったところの、なんていうの、裏、どういうふうに作りましたかっていう話を YouTube で公開してるんだけど、かなりの数 CG で作ってるんで、予算の多くは人件費なんだよね、結局。だから人件費っていう意味では、300人以上主要なキャスト使ったりしてるあたりからして、そのあたりはもう予算は変な話、余ったとは言わないものの、十分にあったっていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと。そうそう、松竹にヤギアラがありますよ。確かにね。要するにヒット怪獣映画ないじゃんって話なんだけど。だからあえてゴジラみたいなものとかガメラみたいなものがコメディとして入ってくるんだよ。もうギララね、多分ね、見たくない過去だと思うよ、松竹は、きっと。コメント読みます。ガード下のゲネさん、ノーカット版が DVD 版で出たらまた盛り上がって関連商品売り上げ増大、スポンサーも納得。今回東宝が、100%出資だから、東宝にめちゃめちゃお金が入るんだろうなぁと。大阪ペンギンさん、逆に情報を詰め込んでるのがあの映画の良さかも。そうですよね。そうですよね、きっと。ガード下のゲネさん、松竹は怪獣ブームの後発で、大怪獣ギガラを作って、トラさん映画の暴動にも登場します。知ってる、知ってる。そう、だから、多分あれね、松竹的には黒歴史なんだよ、きっと。好きな人は好きだよね、ギガラね。でもちょっとさ、なんだろうな、ガメラとかゴジラに比べるとさ、主役のデザインじゃないんだよね。ギララの、姿形が。敵役のデザインなんだよね。どっちかっていうとね。猫インストールさん、お茶ありがとうございます。我が家の家族は映画に対する情景があまりにないので、っていうミラーさんは、時々映画の話をしてもスルーされて寂しい限りです。わかります。うちもそんなに変わりません。そう。でね、話見さんのコメントも、年末あたりにゴジラは何かボンがたくさん出るんだろうな。多分そうだろうな、と、思います。で、おそらく7月から上映始まったから、8、9、10月ぐらいまではおそらくロードショーやって、ロングランしても、年末年始の映画には引っかからないから、リバイバル上映が単発でバカバカ増えるかもしれないけど。いや、面白いのはさ、外国人ね、特にアメリカ人とかさ、が、
新宿のさ、東宝シネマズで見ましたっていうのを YouTube にパンパン上げてるんだよ。これインバウンド効果があったんじゃないかっていうね、なんとなく思うわけだけども。ガードシナと下のゲネさん、ディアナの遥か未来の月面地のお風呂がヒノキ風呂でした。あー、はいはいはい、はい、懐かしいな。小野さん、もうすでに夏コミ勢がいろいろネタにしてるみたいです。まあ、まあそうでしょうな。スマッシュヒットで売らないとな、シンゴジラネタはね。で、今回ちょっと BL っぽく映るかどうかわからないけど、竹野内豊とさ、長谷川さんが、一応これ、BL キャラ的には成立してんだろうね。あとやっぱり石原さとみをめぐる、なんだろう、演出に関しては、ものすごく、なんて言うんだろう、バッシングする人いらないという人もいたりするんだけど、うん。まあ、それはそんなに大きな問題じゃないなって僕は思ってます。まあ、可愛ければ OK っていう意見に賛成です。うん、だって彼女の役回りとしては、おばあちゃんが、なんていうかな、かつて被爆してるっていうことで、確か広島で被爆してるのかな。で、今回広島と長崎の被爆の直後の写真とかも出てたりするから、この映画を通じてはっきりと、あ、そうか、広島長崎にアメリカが日本に、ね、原爆を落としたんだよねっていう歴史を初めて知るっていう人が世界100カ国以上に配給されるんで、出てくるような気がします。あ、そうか、アメリカが日本に広島長崎を2カ所も原爆を落としたんだよねっていう。で、多分そこにね、いろんな映画評論家も各国に行ってね、監督インタビューで質問するんじゃないかなって気がする。で、リリキさん、アメリカ人は政治ドラマ部分どう感じなんだろう。そういうことですよね。気になります、僕も。で、多分、アメリカ人首から下しか映ってないから、すごくなんていうの、要するに日本人は、アメリカ人のことをよく知らないんだっていうことをアピールしてるんだってことぐらいは伝わると思うんだよね。知らないまま霊属されてる感覚で日本人はいるんだなっていうふうに受け止めてたと思う。大阪ペンギンさん、ゴジラ対策チームのショートの女の子が好きですって、それ市川美香子のことかな。多分そうだね。怖いのはゴジラより人間ですって言ったらこれでしょ？きっとそうだと思うんだけどね。ガード下のゲーナさん、ゴジラという世代を超えたネタでこれだけ盛り上げる、コインショさんキャストはすごいです。なるほど。でもそれはシンゴジラが世代を超えてるんで、僕が、すごいわけじゃないな。アラン・スミチさん、私の友人のアメリカ人が50過ぎてるのに、この映画見るために来日して私に会わずに帰国しております。なるほど、映画バカはやはりバカばかりだ。でもさ、これさ、見たらさ、多分すげえ周りに喋りまくって気がついたら友達に会う約束すっ飛ばしてたってあり得るよね。確かに。これ興奮すると思うもん、やっぱり。特に、やっぱりゴジラの暴れっぷり、狂ったような暴れっぷりってさ、合理的じゃないんだよ。簡単に言っちゃうと、論理的でもない、合理的でもないっていう風に映るよね。まあ、気が狂ったかぐらいの、こう口が180度開いて、ブワーってやりまくって、もう神々しいからさ、今までそんなゴジラ見たことないわけだよね、僕らね。ただのモンスターだと思ってたっていうのは、アメリカ人なんかそういうすごいシンプルな捉え方実際するしさ、いくら演出上なんか神々しく、ドシンドシンって入ってきて海に帰ったとしてもね、だから、ギャラス・エドワードの、ゴジラですら、今回のゴジラを見たときに多分腰抜かすと思うよね。小野さん、コンチニューコインありがとうございます。ムーミラ様ありがとうございます。だからね、これ結構文化、カルチャーギャップをいろんな国に、置いて引き起こすと思うから、日本人が見る、眼差しで語られるシンゴジラと他の国の人が語るシンゴジラはかなり食い違ってくるだろうとは思う。で、よくわかんないけど、やっぱり日本人は原爆とか水爆にこだわるんだなっていう印象付けは与えるよね。他の国の人はきっと。ただしなのよ。だって他の国の人はさ、なんていうかな。まあアメリカは一応、原発事故あった。で、チェルノブイリのある、ロシアもあった。まあまあ、そこはウクライナだけどね。今では。あともちろん日本。で、だから、例えばフランスとかさ、事故がないじゃん。で、他の国とかもにも一応原発はあるわけだけども、なかなかこう、なんて言うんだろう。
原発よくわかんないやっていう普通の観客多いと思うんだよね、正直。その怖さもよくわかんないと思うんだよ。だって、あれだよ、日本ですら、今、大学進学率は50%超えたぐらいなんだけど、そんな高い国はそんなに多くないわけ。別にさ、原爆とか、原爆じゃないや、原爆とか水爆とかっていうのは、過去の歴史の中には聞いたことがあるけれど、身近に原子力発電所があって、被爆するかもしれないみたいな、そういう感覚とか知識とかっていうのは、日本人は意外と普通に持ってたりするし、そのことをあまりおかしいとも思わないけど、結構多くの国ではそこまで神経質ではなかったりもするんだよね。では何に、この映画の何にシンクロするかって言ったら、そういうある種の背景ではなくて、やっぱりゴジラの狂いっぷりだと思うんだよね。こんな狂ったように、よくわかんない光線360度、ね、やって無差別殺傷するようなとんでもないやつっていうふうに思ったときに、しかも何やっても、通常兵器が通じないっていうね、存在見たときに、やっぱこれは荒ぶる神なんだっていう感覚は、おそらく、洋の東西を問わない感覚なんじゃないかなって気がする。だから初めて、キングコングみたいな、なんていうのかな、普通の生物がでかくなりましたみたいなもんじゃなくて、ね、トカゲがでかくなりましたとかじゃなくて、ね、サメがでかくなりましたとかっていう問題じゃないゴジラっていうのを、はっきり今回は突きつけたと思うんだよね。で、だからそれはね、世界に通じると思うんだよ、僕は。その原爆の知識がなくてもさ、ね、それに対して関心がなくてもね。あ、大阪ペンギンさんも、コーティリコインありがとうございます。私の、ゲナさん、日本版ゴジラはアメリカもコアなファンいますから、そうなんですよ。そうなんですよ、意外と。ムーミラさん、私ももともと怪獣映画あんまり好きじゃないんですが、ここまで見たくなる怪獣映画初めてです。そうなんです。僕も別に毎度行くって話でもないですよ。大阪ペンギンさん、すごいすごいになるでしょうね。そう、そうなのよ。だから、小さい子供がね、すごかったっていうふうにさ、言っててさ、そうなの。それがさ、すべてなのよ。てか、あそこの凄さを受け止めればいいんだよ。要するに、狂ったように、と、あの、なんだか、東京を火の海にしてしまうっていう、とんでもない、もうなんか、ゴジラの暴れっぷりが、あれが、ある意味、あれ受け止めようよって話だっけ。怨念の凄さを受け止めようよ。理屈が通じない凄さを受け止めようってことだよ。小野さん、ゴジラの暴れっぷりと制圧過程が、暴れる精神病患者との、制圧過程と重なって、そこはちょっと嫌でした。でもそれを思わせるよね。実際。怨念っていうのは、なんていうのかな。やっぱ近代を超えるんですよね。近代の精神医学っていうのは、論理的に、あるいは脳科学もそうだけど、論理的に説明をつけて、こいつを精神病ってカテゴライズをしてしまうわけだけども、怨念っていうのは、そもそも全近代なわけだよね。そもそも論理を排除するようなものだし、理屈では、収まりきらんものが怨念だっていう位置づけだから。で、おそらく多分ね、嫌な感じがしたのは、なんだ、ただ、制圧すればいいとか、あるいは排除すればいい、あるいは、なんだろう、駆除すればいいみたいな、その周囲の構えっぷりが気持ち悪いっていうことなんだと思うんだよね。で、だからその科学班は一応、まあなんて言うんだろうな、理解しようとはしたわけだよね。まあ一応あれはだから純粋な、なんていうかな、いわゆる理化学的な発想。ちなみに社会学的な発想だとああはならないんだけど、結果的には社会学的な発想と、のところまで来たっていう感じ。つまり制圧させて、そこからどうするっていう、共存の話がこの後、描かれていくかどうかは別にしても、共存するためのことを考えなきゃいけないからさ、東京駅のど真ん中でゴジラが止まっちゃったからね。で、アラン・スミスさん、原始怪獣現れるだと、怪獣の通り道で放射能の影響でバタバタ人が倒れるシーンがあって、あくまで生き物として扱っておりますね。あ、そう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 。で、今回も一応生き物ですよ。もちろん。生物ですよ。大阪ペンギンさんのこのリンクは何だ？ブルーオイスターカルトゴジラ。まあ、こちら後で見ます。
ガード下のゲネさん、荒ぶる神、長い歴史で自然に感謝する本来の土着民が恐れを抱く正しいものの考えからです。そうなんでね、だから荒ぶる神は基本的には人間にとっては、人間にとっては悪さするんですよ。災害とかさ、洪水とかさ、っていうのが、まあ、荒ぶる神で、荒ぶる神自体はもともと人間の怨念が、そう、なんていうかな、いわば悪魔化したような言い方、西洋的に言えば悪魔化したような感じに見えるからね。今回は、だからそういうふうに、こう、怨念が、荒ぶる神イコールシンゴジラになってしまったので、それでもなんとか科学のメスを入れましょうって科学班が少しでもゴジラのことを理解しようっていう、その生物としてのゴジラっていうものに、なんとか焦点を当てて、少しでも知ろうっていうことなんだよね。だけど、まあ、あくまでもあれは殺してはいない形になるもんね。そう。でね、まあ、いろいろね、ちょっとさっきメモをちょっと取りながら、何を話そうかとか思ってたんだけど、今回だからさ、政府を呪ってるから、まあ、変な話、政府とか閣僚のいる東京に直接来てるっていう考え方がもちろんあるわけよ。別に博多に上陸したりとか北海道に上陸してるんじゃなくて、東京に上陸してる意味合いというのは、対政府に対する呪いだからだよね。で、実際さ、戦う相手も政府の人間だよね。民間人が出てこないのはそれなんだよね。呪いの対象が政府だから、政府関係者が、いわば、なんとか、向かってくるわけ。民間人に罪はないっていうようなことで、民間人が被災者としては出てくるけれども、シン・ゴジラに向き合う対象としては描かれてないんだよ、今回ね。まあもちろん協力者としては出てくるんだけど、最後の方にね。だって JR のさ、電車ぶつけたりしてるんだから、それ民間人だもんね。それともあれかな。緊急事態法では、JR も自民党の支配下になるのかな。完全制圧ができない。